こうと思っております。さて、アメリカと中国の対立がどんどんと激化していますけれども、今後この対立っていうのは激化するんでしょうか、教えてください。私、アメリカと中国の関係っていうのは、まあ、20にも30にもですね、考えなきゃいけないなと思ってるんですね。表向きはそのアメリカが、まあ、中国に対して、特に中国共産党に対してですね、まあ、この間のポンペオ国務長官の演説を通じて、とにかくけしからんと。まあ、その根本にある理由っていうのを、まあ、いろいろ言ってますけども、まあ、最後に出してくるものっていうのは、今回の COVID-19、すなわち新型コロナウイルスに関してですね、まあ、情報提供を意図的に行う、まあ、その、怠って、正しい情報提供ですね、それによって世界はこんな混乱に陥れたんだということを理由にして、いろんな金融制裁をかけていくというようなストーリーのように見えるんですけども、どうもですね、私は直近で話を聞いている限りだと、中国共産党の側もですね、これを機化としていろいろと国内の引き締めをぐっとこうかけていくような、そんなようにまあいろいろと見聞きしているんですね。なので今なんかこう習近平体制が、あるいは中国共産党がすごい追い詰められているように見えてますけども、実はどうもそれだけじゃないんじゃないかなという感じがしてきてます。なるほど。大統領選挙で、まあ、バイデン氏が今優位に立ってますけれども、これバイデン氏になった場合には対中政策ってどうなるんでしょう。私は実はあんまり変わんないなと思ってますし、あともう一つはですね、民主党でっていうのはどうなのかなという感じは率直にってするんですよね。というのは、じゃあバイデン氏も含めて民主党のですね、そのリーダーたちが、今回のその新型コロナウイルスに関してですね、まあ何かこう非常にリーダーシップ発揮するようなことがあったのか、あるいは発言してどうなったのかっていうと、全然そのことなくてですね。なので、まあどちらかというとやっぱりその東海岸を中心としたそのエスタブリッシュメントたちの中、まあその集団なんだなという感じで非常にしていて、むしろその、まあ新型コロナウイルスによって苦しめられている西側、中西部といったところに関しては、まあ果たしてですね、どこまで最後までバイデン候補はですね、勝てるのかなっていうところは正直あるんだと思うんですね。あともっと言えば、私は私の研究所はですね、こういう状況がもっともっとこう高まってきて、な時にはですね、まあそのトランプ大統領なんてものをもっとはるかに超えてしまって、もっとですね、もっとなんていうグラスルーツな勢力が出てきて、まあ別にアメリカ合衆国、憲法上はその民主党か共和党かじゃないと大統領で出せないってことになってませんので、そういう意味において第三の勢力っていうのは出てくる可能性全然あるんじゃないかなというふうに思ってます。中国が戦争を仕掛けるんじゃないかといった、まあ、報道も今結構出ているんですけれども、はい、この場合にといいますか、まあ、そもそもそんなことがあり得るんですかね。うん、私は事態の打開をですね、まあ、どういうふうにして習近平体制がね、図っていくのかと考えたときに、まあ、軍事攻撃というのはもちろんあるんだと思います。だけども、それとほぼ相前後して、最近やたらですね、中国の国内メディアで出始めているのが三峡ダムに関してですね、洪水でその崩壊するんじゃないかと。実はここをですね、意図的に仮に中国共産党というか、その中国政府はですね、何らかの形で決壊させた時の、展開ってもそろそろちょっと考えた方がいいんじゃないかなと思うんですね。まさかそんなことないと思うかもしれませんが、ただ、まあ、ある種そういう危機的な状況を国内に作ることによって、一つは、アメリカはなかなかそういう人道、支援がですね、必要になっているのは中国に対して手出しするのは難しくなりますよね。むしろその中国としてはですね、いやいや、アメリカ、申し訳ないね、みたいな感じで、まあ、アメリカとの対話の糸口にもなってくるわけですよ。だから一つは私はその軍事攻撃になる前に、そういうその、一見自然災害のように見えるような形でですね、人道支援的な状況に持ち込む可能性あるんじゃないかなと思うんですね。それがまず1点と、あともう1つは、もし本気でやるとしてもですね、米中間でこう激突してもですね、これ海軍力で全くもう話になりませんので、中華人民共和国はですね、なのでまあ要するにアメリカに比べて全然整ってないんですよね。まあこれ海軍力はもともと伝統的にはまあそんなに優れてないことは分かってますので、やるとしても今よく正常で言われているのは南シナ海まで行くのはかなり遠いので、そうじゃなくてまあアモイの沖にあるですね、金門島に対する一時的なまあその占領、それからですね、それでまあ素早く撤退する中によって、まあ第7艦隊がわーってやってきてですね、じゃあ、巣は海戦かといったところで、まあそれはタイミングにもよるんですけども、8月の後半ぐらいなのか、それとも9月の終わりぐらいなのか、まあ例えばその、まあ国連総会とかですね、いろんなその外交のシーズンである9月だった場合には、仮にそういったことが起きたとしても、すぐにその外交的なですね、解決という方向に動く可能性もあるんじゃないかなと。むしろ中国の共産党筋としてはですね、そちらで、アメリカはとにかく、交渉の座席につけばですね、あとはまあ、あれやこれやってこう出して、包括的なパッケージディールって言うんですけども、交渉すればいいので、まあそれが本当の狙いなんじゃないかなと思いますね。だから、軍事攻撃もそうなんですけど、その前に、なんだかのその、特に三峡ダムはですね、ちょっとよく注目しておく必要があるんじゃないかなと思ってます。その三峡ダムが、自分からその中国政府が自らが決壊させる恐れがあるということ、うん、
ということなんですよね。非常に興味深いところであるんですが、またちょっとこの話、詳しくまたお伺いできればと思います。はい、ちょっと今もう時間なので、はい。はい。お願いしたいと思います。